カメラに近づいて大好き、愛してると可愛く言ってみてください。甘えてる、拗ねてる、怒ってる、照れてるなど、いろんなパターンを聞かせてください。大好き、愛してる、これは怒ってるパターンです。次は照れてるパターンですね。いきます。大好きこんな感じか。恥ずかしい。包茎の男性についてどう思いますか？実際に包茎男子の相手をした経験があるなど、思いのすべてをお話しください。包茎男子についてどう思うか、いいんじゃないですか。包茎の状態って、その、意味があるから、そういう形をして生まれているわけで、だから、無理に、例えば手術とか、カットとか、しない方がいいかなと思います。体に必要で、体を守るためにそういう形だから、そういうふうに生まれたのは意味があるんだから、別に、その形でも何の問題もないと思います。包茎男子の相手をした経験があるなど、私がお付き合いしていた方は包茎ではなかったんですね。でも、そこを気にしたことってなかったので、ちょっと記憶があやふやです。だって、するときって部屋を暗くするから、あんまり覚えてないし、なんだろう、顔を近づけるときは恥ずかしくて目つぶっちゃったりするから、それにすごい緊張してたり、一生懸命やんなきゃってプレッシャーもある状態だから、そんなに形とかあんまり気にしてない、気にしたことなかったですね。宗教上の理由とかがない限りは、一物の状態を生まれたままの状態にしておく人の方が自然体なので、私は好きです。